はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G21NU F4 番ですね、HW クランチでございます。はい、使用するギターは愛用の不次元製ストラトキャスターです。はい、ストラタ不次元が一番音がいいと思ってます。はい、まずギターを手にしたらですね、6弦3フレットからゆっくりと丁寧に奏でていきましょう。はい、ここで中指に入れ替えます。なぜ中指に入れ替えるかというと、2オクターブ全く同じ運指で奏でることができます。はい、同じ音を出すのであれば、合理的な運指の方がいいですね。人差し指の上にそーっと乗せて、親指で包み込むように、こういう練習するとよろしいですね。くるくるくるっと、昔ボールペン回しってやりましたよね。くる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 っと、はい、こういう練習しとくと、ギュッとねピックを持たない癖がつきます。そして、Em4C、この循環コードをクソ真面目に練習します。真面目にではなくクソ真面目です。タイムイズマネー、時はかなりなので一生懸命練習しましょう。ワン、ドゥ、ワン、ドゥ、スリすごく基本的なコード進行なんですが、この上にねピアノを重ねたり、あとはストリングスをね重ねたりすることで、結構いい感じのオーケストラになると思います。そしてランディ・ローズが奏でたミスター・クロリですね。これ D マイナーの楽曲です。パワーコードメロディーライン、こちら行ってみましょう。ものの考え方としてね、パワーコードにメロディーライン、この考え方としてご自身でリフなんかを考えるときの参考になれば幸いです。いってみましょう。ワン、ドゥ、ワン、ドゥ、スリですが、アームは離してしまうのではなく、元の位置に戻してと、奏でることが非常に重要です。次にですね、ギターソロが弾きたくなると思うんですが、ギターソロ自体にあまり大した意味はないです。曲と曲の間をつなぐあくまで感想の一部ですね。はい、エブリトルシングでいうところの、伊藤一郎さんがギターソロを弾いてるときにワウワウの、ライブの放送では持田香織さんの笑顔が映し出されたりするものです。はい、ということでファイナルカウントダウンいってみましょう。ゆっくり丁寧に、
ターソロ非常にいいところは移調しても使えることですね。これがオリジナルキーです。となります。これ下げても使えます。このように開放弦を含まないギターソロだと、移調しても使えるんですね。例えば、このキーでギターソロを弾いてくださいという指定があった場合、即座に対応することが可能です。これ非常に重要なことです。そして、ギターを奏でる上で非常に重要なのは、弦と指が離れている時間、これを極めて短くすることです。弦の上をスライドするようにね、雲が這うように奏でましょう。課題曲として「イゲマヨステ広島ラム」です。富士源製ストラトキャスターでした。富士源のストラトすごくいいです。はっきり言って、もしくはヤマハのパシフィカですね。私はレスポールはギブソンなんですけどね。こちらにテロップがあります。現在は私は横浜にございます。シアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターをね、講師をさせていただいております。まあ、いろんなね、学校を回ってきましたが、シアミュージックも最もですねいい学校だと思います。はい、いろんな学校で教えてきましたけどね、シアミュージックが一番いいですね。はい、まずフリーダイヤルでお電話くださいませ。で、無料体験レッスンとか30分用意されてございます。こちらの時間ね、有効に活用してください。ぜひ、いきなりね、自分の弾きたい曲が弾けるわけじゃないんですよ。はい、ちゃんと順番を経てね、その曲を弾くためには、こういう練習をしなければいけない。一歩一歩ね、山を登るように、自分の目標に向かってね、進んでいければよろしいんじゃないでしょうか。はい、私はですね、水曜日にお休みをいただいております。はい、その他の日はだいたい横浜におりますので、ちょっと僕らにはわからないんですが、多分なんか講師のね、一覧みたいなのがあって、そこポチってやると指名できるんだと思うので、ぜひ私をご指名くださいませ。はい、他の、ボーカル素晴らしいです、はっきり言って、そしてドラムの先生もね素晴らしいです。そしてギターもそれぞれね特色のある講師が揃ってます。私は理屈っぽいです。はい、全く心がこもってません。はい、テクニカルなことだけを追求しております。エレキギターに関してはね、まあそういう中からご自身でそのエモーショナルのものはね、自分で作り上げていくものだと私は考えております。ので私が、その、精神面に対してねアードコードを言うことは一切ありません。はい、というわけでスタジオリバーサイドからギタリストの竹下都合いたしました。ぜひ横浜シアミュージックでお会いしましょう。